回のテーマは偉人に学ぶ実篤の生き方伝記物の世界ということなんですが、そもそも伝記物とはどういったものを指すんでしょうか。はい、実篤大変多作な作家として知られていまして、生涯に残した文学作品7000編を超えるんですけれども、その中で伝記物というのはあんまり注目されることが多くはない分野なんですけれども、人物をテーマにした作品をたくさん残した時期というのがありました。具体的には大正末期から昭和初期頃、実篤年齢で言いますと40代から50代にかけてです。実篤の伝記物はどういった特徴があるんでしょうか。はい、実篤は他人のことを書いていてもますます自分を生かしたいとか、自分の信念や体験に基づくような言葉が、随所に織り込まれたりして、独特の伝記物になっています。そこが面白いところだとも思います。今こちらにはどういった作品があるんでしょうか。はい、例えば伝記小説の代表作で伊原西鶴というものがあるんですけれども、こちら内容としては特徴的なのはバイタリティあふれる伊原西鶴が同時代の近松門左衛門ですとか松尾芭蕉をもうやっつけたいと思っていたという、これは伝記小説ですので史実とは関係がないんですけれども、そういった内容の小説があります。実篤30代の前半頃までは世界一になりたいという非常に強い野心と、それからもしかしたら待たれている人は自分ではないのかというような、そういった強烈な自負があったんですね。若い頃の実篤はものすごく強い野心を持っていたんですね。そうですね。でもずっとそのままだったわけではないんですね。晩年の草稿に、若い時は世界一になりたかった、でも年取ってから僕は本当の人間になりたいと言っている文章がありまして、背景として40前後というのは再婚と子供の誕生と、それから新しき村からの離村という、人生の一大転機を次々に経験した時期ですので、そうしたことが背景にあったかなというふうに考えています。今回の展覧会はいつ頃まで行われているんでしょうか。はい、6月5日までの会期となります。まずは読書案内のようなつもりでこの展覧会ご覧いただいて、こんなにたくさん伝記物を書いていたんだなということを知っていただきたいというのと、その中で興味ある作品がありましたら館内で本をお読みになれるコーナーもありますので、そちらで中身も読んでいただければ嬉しいです。ぜひ皆さんもいらしてください。実篤記念館の石井さんにお話を伺いました。